はい、皆さんこんにちは。こんにちは、今日はですね、あかりと一緒に、かずきとあかりのお料理異文化交流会をやっていきたいと思います。1年ぶりぐらいかな。はい、ね、はい、この企画はですね、何をするかというと、あかりがチリで、チリのお料理を私が教えてもらう、で私は日本の料理をあかりに教えるっていうね、こういう企画ですね。はい、それでは、やっていきたいと思います。まずは今日あかりはどんな料理を作ってくれるのかな。私今日作ってトマティカン。トマティカン、そう、名前このトマ、トマト、エスピンゴ、トマテカン、本当はカンネ肉でも名前ちょっとおかしい、わかんない、でもトマティカン名前。じゃあ先は、はい、これ牛肉を魚もあそこでまとめて、これ野菜、玉ねぎ、玉ねぎ、にんにく、なんだっけこれ、ピーマン、ピーマン、ピーマン、あとはトマト、いいやつで、なんだっけこれ、スパイス、いっぱいです、スパイスいっぱいだそうです。そう、はい、だから。あとで牛肉、一番次でこれ、はい、あ、はい、一番コーン、お忘れなくてもいいです。はい、じゃあ、はい、さっきは、玉ねぎカットはえぇ、面白いスライスだね。これ日本の？日本の、の。日本はこう、もしくはあのスライサー？あー、はいはい。まな板かスライサーで。前みんな話してて、あかりちょっとワイルドみたいな。うん、ワイルド。こう？こっち。あ、それも大丈夫です。そうそう。あすきさんポイントだよ。大丈夫？はい。はい。私玉ねぎ好き。あすきさん玉ねぎ好き？玉ねぎ好き。カメラマン玉ねぎ好き？好きです。大好きです。ちょっと大好き。それとでも鍋さ。よし。はい。あとは、トマト。でもトマトは私これ。多分みんなもうできる、これでも私これすぎる。トマトね、皮あんまり剥いて使わないかな、皮ごと使うかな。これやる、みんなに皮、あ、いつもそのまま、うん、そうね、リンゴみたいだね。すごいね、3つも使うのトマト、この大きい。そう。なかなか汁が出るからうまくいかないね。あっかりワイルドだね、結構。
ってこのここはどうすんのさ、このこの辺は。あ、これもうカット、うん、カット。カット？そう。どこ？こ。これで？ここもカット？ここは。うん。まな板使わないんだね、あんまり。何？のまな板、まな板これ。ああ、あとで肉。うん、おー、一も一品前。まな板を使うのお肉の時だけってこと。うんでもピーマンとはちょっとおかしい、それかそもそも教えてください。ピーマン、そう、うん、私それちょっとおけた。めっちゃワイルド、うん、よし、あと大丈夫。あ、私ありがとうございます。ピーマン、どうしよう、ピーマンを見に行く。どうしよう、山にも入れた方がいい。あ、でもニンニク大きい、ニンニク大きめに切る。そう、それそのまま食べそこ取って、うん、じゃピーマン、なんだっけこれ、中ピーマン、それ私じゃ、ピーマンもみじん切りってこと？はい、うん、で、この綿の部分は取れとこと。はい、やっぱさ、ここに、はい、私はこう、ここ、ここをヘタをまずこうでしょ、で、こうでしょ、で、ここ、これでもうここヘタ取れるから、ちょっとね、一緒に、これみじん切りじゃない、違うの、これが長い、長いでいいの、うん、これはい、それで大丈夫、大丈夫、うん、はい、よし、ありがとうございます。じゃ今最後肉、はい、最後肉、今ここです、どっちかな、うん、うん、これ、はい、はい、何なのか分かんないな、牛、牛肉でもな、どこ場所分かんない、あ、牛肉の場所がどこか分かんない、うん、油カットしちゃう。
ブル美味しいのに。そうね。でも例えば真ん中も大丈夫。うん、でもこれちょっと、うん、あの。そっか。これチリはこれいつも作る？ゆゆ何？はい。これです。でもみんな油そのまま。私だけちょっと。ああなるほど。はい。あのごちそう、それともチリではごちそう、はい、ごちそう、そうそう、うん、特別な時に作るのかな。これいつもみんなどっちでも牛乳大丈夫。でも牛乳、牛乳、あ、さ、間違えた、牛肉、牛肉、うん、これもそのまま大丈夫、うん。チリはいつもお肉はこう塊で売ってるの？それともスライスある？はい、そうそうそう。でももうチリもういっぱい肉ある。あ、チリはいっぱい肉ある。うん、スーパー？スーパーやる子もなんだっけ、肉だけ場所ある。スーパー肉だけ。うんうん、じゃあこれこれです。はい。はい、お鍋に、はい、深めの、あ、ファイヤーをつけろと、深めのお鍋にオリーブオイル、はいはい、それなんだっけ、これの鍋めっちゃ危ない。そう、多分これ、うん、すぐ焦げちゃうね、これね。肉がちょっと茶色になるまで炒めてくださいと思ってね。でピーマン入れて、塩ね、塩、胡椒、あ、ピリチミ、わかんない、なんだろう、謎のスパイス入りました。多分パセリ、パセリ、パセリ、オレガノ、オレガノ、オレガノ、私めっちゃ好き。
でコンソメを本当分からなくても3本だけやる固形のコンソメ半分だけです。すごいね、コーンいっぱい半分だけだね。そう、これがかけます。はい、これ、そのまま、うん、ちょっとここもちょっとちっちゃい、うん、弱火にして10分ぐらい10分ぐらい、スープはノースープ大丈夫です、あとで一杯。うん、それ、はい、みんな待って、みんな待って、はい、はい、じゃあ10分待ってる間に、はい、私の方を作っていきたいと思います。はい、はい、私が作るのは、梅酒を使った照り焼きチキンです。はい、梅酒はですね2年ぐらい前にあのカズキッチンで漬けた梅酒をね、コロナが落ち着いたら道場マッチごとかの打ち上げ再開した時にみんなで飲めたらなと思って梅酒つけたんですけども、まだまだそういう機会できないので、でずっと眠らしたままだとね、せっかく作ったのでね、もったいないのでこれを使ってみようということで梅酒を使った、照り焼きチキンを作ってみたいと思います。私のはすごく簡単です。まず、お水 100ml 入ってます。これにこの梅酒をですね 100ml 入れます。はい、で梅酒100入ってますね。しましたら次、醤油を大さじ3杯。はい、はい、OK です。はい、そして鶏肉調理していきたいと思いますが、鶏肉は、はい、皮目にまずブスブスブス、フォークで味がね染み込みやすいようにね。はい、そしたら、塩コショウ、塩コショウをしていきます。塩コショウして、はい、以上、私のはこれだけです。したらね、焼いていきたいと思います。焼いていくんですが、油は使いません。なぜならこう鶏の皮からね油がいっぱい出てくるので。まずフライパンが温まりましたら、はい、カーメンが、すごい、
皮面から焼き目をつけていきます。油はこんなに出てきてますからね。分かりますかね。そしたら、さっき作ったこの、この照り焼きの、これと、梅もね、一緒に、焼くというか、煮るというか。これでね、水分がなくなるまでちょっと照り煮というか、ちょっとね、これ私試作して食べたんですけどね、梅がね、なかなかね、アルコール分が抜けてなくてですね、これを食べた後に運転はしたらいけないなと思いました。まあ、もちろんしてないですけどね。カットしていきたいと思いますが、できました。梅塩を使った照り焼きチキンです。はい、はい、はい、いやー、これ10分終わりです。シュッドン。おー、よし、テン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 。いやー、今これ一生いつもご飯、ご飯にかけて食べる。はい、それでは、ありがとうございます。で、今スープかと思ってた。そう。なんだっけ、これ。これトマティカ。トマティカと梅塩を使った照り焼きチキン。
はい、出来上がりました。イエーイ。はい、それでは試食してみたいと思います。よし、はい、よし、じゃあいただきます。いただきます。私、梅はあの運転があるので。大丈夫かな。すみません。よし、じゃあ、カリのやつか。いいです。いただきます。いただきます。当たり前なんだけど、あの今までに食べたことない味、まあ、当たり前か。この味、うん、初めて。うん、でもトマトスープをかけて食べてる感じ。うん、うん、コーンのね、甘みがあって、コーンが甘い、美味しい。これいつもみんな前、うん、ナッツ食べる。ナッツね。そう、熱いじゃん。そう、でもそれもちでいつもみんな温めなつ、ソップ、ソップ。でもなるほどね。じゃあこうチキンいってみましょう。あのね、梅酒の梅酒もちろん砂糖使って氷砂糖入れてるので甘みもあるんだけども、まあお好み甘みが足りないっていう人は砂糖を追加してもう少し甘くしてもいいかもしれませんね。すごい美味しい。あ、すごい美味しいって。ああすごい、OK、はい、ということで、あのどちらも30分ぐらいはね、うん、できるかな、2つは。はい、ということでいかがだったでしょうか。あの皆さんもぜひ試してみてください。和樹とあかりのお料理文化交流会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思う方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。